チクイムシ防除で散布された薬剤の周辺環境への飛散と健康影響への検証、本山直樹千葉大学名誉教授農学博士、この人の講演が貴重になりました。これはですね、この本山さんという教授が、つまり健康問題について飛散の問題と健康の影響についての論文を書いてですね、この人が講演、貴重講演をするということですよ。この情報を私たちは実は東京から入手しました。こういう先生が行くと、この先生の内実を私たち調査で調べました。そして驚くべき内容が発見されたのが4枚目です。まあ、はっきり言いますと、この本山先生は千葉大学の名誉教授ですけども、いわゆる空中散布の、まあ、無人ヘリの空中散布は安全だと言った研究者なんですね。この人は座長なんですよ。しかも座長で自分の研究でマニュアルを作ったその中心の方なんですね。この方がですね、千葉大学にいた時に生徒を使って、そのいわゆる無人ヘリの空散の下にこのそれぞれ立ってましてね、そして それに基づいてその生徒の血液検査して、空散は安全かまでかという、そういうことを論文に書いたんですね。ところがですね、これが大問題になったんですよ。ある東京のグループがね、生徒たちを8人使って立たせておいて、これは人体実験じゃないかということを千葉大学に質問したんですよ。千葉大ですよ。そうしたら千葉大学の学長以下調査委員会を作りました。本山直樹さんの論文で、その結果がですね、これ原点だけを全部見てますが、1,2,3,4 点あります。つまり事前に倫理委員会にかけるべきだったけど、かけなかったと。本山教授はね、学生に対しても、非常にちゃんと確認するというような文書も交わしていなかったと。これはね、まあ、難しい言葉で言えばヘルシンキ宣言違反と言うんですけどね。その他第三者の医師の立ち会いもなかったということとかね、非常に大きな問題が発覚しまして、本調査で得られた健康診断に関するデータは研究論文には用いられるべきでないと判断すると。これが千葉大学の調査委員会の見解です。でいいですか。そういう研究ですよ。ところがですね、判断しましたけども、学部の方はそれから2年後にね、日本農薬学会においては掲載されたという代物なんですよ。こういうことによってですね、こういう研究者が裏に来て、このまあいわゆる山を中心に守ってる人たちに健康にはそんなに影響ありませんよということをこう講義講演するわけですよね。私たちはね、これはやっぱりね、こういう先生はやっぱり、呼んじゃいけないとも言えないけども、この先生を呼ぶんだったらもう一人のね、違う先生も呼ぶべきだという要望書を出したんですよ、行政にね。つまりこれはね、空散に賛成とか反対とかっていうことじゃなくて、この先生の説があるけども違う先生の説もあるじゃないかと。だから公平な勉強会を開いてほしいよと、こういうお願いをしたんですよ。そうすると地元には田口さんみたいな被害者がいるから、被害者の声もちゃんと聞く場を作ってほしいと、こういうお願いしたんですね。これ至極もっともじゃないですか、これね。その他本山先生はこういうことも言ってるんですよ。いいですか。こういう考え方なんですよ。化学物質過敏症の人たちは空散が問題だというふうに思い込むから、そういう被害に遭うんだと。つまり真実ですね。思い込んじゃうからそういう症状が出るというのは、まともなこの先生のちゃんとした論文ですよ、皆さん、ね。その他ですね、こういうことも言ってですね、その被害者の人たちが行政にお願いし行くわけですね。これをね、まるでテロリストの脅迫みたいなものだということを彼は文章に書いてるんですよ。これは公文書ですからね。同窓会法の千葉大学の医学部の同窓会法に、まるでテロリストの脅迫だということを書いてありますね。これは化学物質過敏症の人たちと一般の人たちを分断し、そしてテロリスト呼ばれするというのは、私は人権問題として問題があると思うんですよね。こういう先生を呼んでくるのは行政としていかがなものかという質問書を、要望書を出したんですよね。そうしましたら、結果がですね、
私たち堂々とお願いしました。その結果が大雪のため中止だと中止になりました。しかし私会場に行ってみましたら、ちゃんともう駐車場はきれいに書いてありましたよね。で、まあ、いい口実ができたんですね。平和的にうまく収まったんですよ。だって客観的にね、山を守る人たちはこの公演を聞かなくて済んだわけですよ。つまり私の目から見たら洗脳教育をされずに済んだわけですね。そういう中でこれ皆さん中止ですよ。新米の記者がね、念を押したんですよ。中止ですか延期ですかって。中止なんですね。だからやめたんですよね。こういうことがありました。そういう中で、まあ、上田のね6年間中止になったということもぜひ皆さん方に知ってほしいなというふうに、思います。それでですね、皆さん、じゃあね、一体なんでまずは枯れるかという問題ですよね。これはですね、皆さん、実はね、私は非常に体験的にね、面白い体験してます。ヤマンバの木が枯れたわけですね。枯れ始めたわけですよ。その時にね、私たちの自治会ではね、こういうなんで枯れるか調査してもらおうじゃないかというのが自治会の決議でした。それで私はね、上田市の農林課に行ったんですよ。農林課に行きましてね、そして、ぜひ調査してくださいってお願いしました。そして公認です、皆さんね。村山さんね、調査をしない方がいいんだって。調査をしたら松の財線虫もね、半分以上が出ませんって、検出されませんって。もし検出されなければこれ松食い虫じゃないと、そうなったら困っちゃう。補助金の対象にならなくて、乗っかって補助金対象にならないから、もう調査しないで、検査しないで、全部松食い虫だというふうに言って補助金乗っけて全部伐採してるんだと。これ皆さん、行政の人から私聞いたんですよ。これ本当の話ですよね。このレベルで病いわゆる原因が決まっているわけですよ。私は、ね、非常に疑問でした、この時ね。全部マツケムシだって言ったら補助金乗っかるわけですよね。それでみんなその全部マツケムシオンリーですよね。と思いましたね。じゃあ本当にね、どこから枯れてくるのかということですよ、皆さんね。で、私はね、裏山の問題ですから、私たちの強いのは研究者とか研究所じゃなくて、いつも裏山に行けるんですよね。そうしますとね、山のてっぺんの先ほどの山っぽの木が枯れる前にね、麓のところのね、いわゆる上田女子短大の幼稚園の短大の女子寮があるんですよ。女子寮がね、これ女子寮の周りから枯れてきてるんですよ。女子寮の周りが枯れて、それがこう山の真ん中に入ってるんですね。あれ、なんで女子寮の周りこんなに枯れてるのかなとね、やっぱり女性が嫌いなのかなと思ったら、そうじゃなくてね、そこの場所を見ましたので、皆さんね、女子寮の周りはあそこに痴漢が出るんですね。痴漢が出るんで、いわゆる夜光光と電気がついてるんですよね。光光と電気がずっと真夜中についてるわけですよ、皆さん。これも植物を勉強された方は分かりますけども、日照効果ってありますよね。まあ、はっきり言えば植物が夜がないからくたびれちゃって、そこが弱くなるんですよね。生理学に少しおかしくなるんでしょう。そこの、いや、光光とついた場所の松の木が弱まって、そこに病害虫がついて枯れて、それでこうそこが病巣になって真ん中に入ってるということを私は、裏山から発見したんですよ、ね。あ、そうか、どうもこれは松が枯れる前にどうも相当弱まってるなという、その弱まった原因は何だろうなということを当然に思い浮かびますよね。それでね、私たち の村は下野郷ですけども、リサーチパークといって工業団地を造成中のその一角があったんですよ。里山のところは若干削ってね、大造成地ですよね。そうしますとね、造成しているその周辺やその中がもうむちゃくちゃ枯れ始めたんですよね。あれ、ここが病巣になってえらいことになるなと。下の東山の真ん中はまだ全然枯れてませんでしたよ、ね。それで私はね、ここがえらいことになるということで、地方事務所にね、お願い行ったの。
これからえらいことになると、ここが病巣になって、山の松がどんどん枯れ始めるから、今調査して手立てを講じてほしいと、そこに言ったら、こういうことですね、さん、地方事務所はね、そこは調査できませんと。え、なんで、だって枯れてるんですから、人の家の庭みたいなもんだから調査できないと断られました。これ本当の話ですよ、皆さん。それで私はね、行政がやらないんだったらって言って自分でそれを調べました。それがですね、皆さん、3枚目じゃなくて、ちょっと待って、5枚目ですね、5枚目の左側の、左です、5枚のね、裏表でこれちょっと省略して、省エネしてますから、5枚目の左側にね、リサーチパークでどこが枯れたかということを全部私、調査しました。山の中にまだ入っていない時にね、これは非常に基礎資料になります、なりました。ですね、それで私はね、この分布図を地方事務所と市役所に手紙をつけてお送りしました。今のうちに対策を立てないとえらいことになりますよと、ね、そしたら案の定それからですね、21年経ってますよ。どんどん下野郷東山にはもう今はもうむちゃくちゃ枯れてますよ。私はその時に学んでおいた皆さんね、あ、そうかと、どうもね、人間と山との接点、そこのところが非常に弱いなと、そこから枯れてくるなと、つまりそういうことですね。これあるいは乱開発したり土を動かしたりいろんなことがあったね、その接点から枯れてくるなということを私は発見したんですよね。そういう目で見ましたがね、それを私当時いろんな新聞に書きました。5枚目の右の方がそうですけどね、いろんな説もね、私は一つの説ですからこれをこう書きました。東進ジャーナルという新聞にもね、どうして枯れるんだと、もう少し大きい目で見ましょうと、枯れるのは虫が原因だと、虫がひどいと、けしからんと、だから虫をやっつけるとやっつけるには農薬が手っ取り早いとね、効率的に殺すには空中散布がいいと、友人よりも無人の方がさらにダメだと言うのはね、つまり中外虫が悪いという説が折檻していましたよね。どうもね、私から見るにね、どうも複合的な松枯れ原因ということを私はこれ書いてるんですよ。後ほどまた読んでくださいね。中外説一辺倒の論調は多くの研究者の研究実績も否定するばかりでなく、現実に生起している自然環境問題の認識の道も閉ざすということね、そういうことをね、私自身が一つの仮説を立てました。20年ほど前にこのことを私いろいろ発表しましたけども、なかなか反応はないんですよね。なぜかというと当時みんな松食い虫虫害説オンリー一辺倒ですから、全てが虫が悪いという説ですからね。その後ですね、その後実はずっと20年経って、そのことがね、どうもね、もう証明されつつは、証明 ですね、これは。もう中外説唯一絶対論は破綻をきたしてますよ、今。それで私はこのレジュメの自説を補強する調査研究が続々ということで、いろんな文献を示しました。二重丸は文献です。ね、いろんなことをちょっと全部私、今の説を補強する理論です。私はね、いわゆる上田の松にしてもね、例えば関東平野のね、大気汚染が薄い峠を越えて柵にして上田に滞留するなんていうことを NHK の特集でやってましたよ、ね、これ本当なんですね。それかなりのね、酸性雨がね、思い以上の酸性雨がこの滞留しているということが、5枚目の右の新聞の記事でもありますから、また見ておいてください、ね、それもありますしね、もう一つね、私たち山っぱの会は実は木を助ける会なんですよ。今までもいろんな木を助けてきました。その時にね、上田市の天然記念物のカブトマスというね、松が枯れ始めました。これに対して山っぱ会が総力を挙げて会長さんを含めてね、なんとか介護しようとしました。有機溶媒を散布しました。殺虫剤じゃなくてね、そして土壌改良剤もだいぶ入れました。
その時にね、その女性の家塾、あの女性が会長だったんですけど、こういうですね、村山さん面白いと、弱った雨とかね、雨が降る、まあ、降るほど茶色くなるって言うんですよね。だって普通雨降れば生き生きするのが普通でしょ。ところがカブトムシ、雨が降れば降るほど茶色になって枯れていったんですよ。これはやはり神様の賛成はきついなというふうに思ったんですね。まあ、それも一つの傍証になりますけどね。その中ですね、実は、上田の、ま、松江神社の東宮の氏子総代からさんからね、境内の並木の松がほとんど枯れちゃったから一本だけ残ったから助けてほしいという依頼がありました。我々会議にそこでなんとか総力を挙げてなんとか助けようとしました。その時にはね、土壌改良剤、ミネラルとかいわゆる殺虫殺菌剤でない方法でやって、これは再生したんですよ。あ、殺虫剤殺菌剤でない方法で助けたんですよ。つまり木の抵抗力をつける、そういうやり方で助けました。これは実績ですよね。そういうことを考えた場合ですね、これはとてもね、単なる中和説唯一絶対論ではとてもそのこの説明できません。ですから皆さんね、皆さん方の地域あるいは山を見た時、最初にどこが枯れるかもう一回振り返って見てください。皆さんね、新幹線を作るトンネルの周りから枯れてきたのという話とかね、それから、ね、送電線をね、送電線を作ったその周りから枯れてくる、ね、ある新聞記者がね、私にこう言うの、西日本からね、送電線を伝わって、ま、松枯れは東日本に行ったって言うんですよ。何のこっちゃかわからないよね。いや、送電線を作った場合にそこを造成しますよね。それと送電線の下は全部木をかっぱらうでしょ。だから特殊な環境ができるんですね。そしてこう送電線に乗っかってこう松枯れ激しくなってきたなんていう話とかね、まあ本当にね、つまり木の松の性格、抵抗力とか免疫とかね、そういうものを除外しては松枯れというものはないんじゃないかというふうに私自身も思ったし、補強する理論が全部そうなんですよね、皆さん、ね、それでですね、じゃあそういう目から見たら、今皆さんね、何松食い虫、松食い虫ってみんな書いてありますよね、みんな全てがね、新聞もみんなそうですよ、ね、ところが皆さん、松食い虫というのは私から見たらこれは名称がとても 不適当です。これは煙幕の役割を果たしますし、世論操作の洗脳教育の合議です。松食い虫というのはつまり虫が悪いという中外説一辺倒なんですね。これによって全てが体系が成り立っているという考え方の一つなんですよね。ここなんですよ皆さん。ですから私たちはね、松食い虫という名前は使いません。松枯れ、あるいは松枯れ症状なんですよね。もし使うとしたら松食い虫じゃないんです。金食い虫なんです。これはね、これが正確な言い方なんですよ。それ私何もでっち上げて言ってるわけではなくてね、私二十数年間ね、自分の裏山と対話して、そして山場の木と対話し、他の里山とも対話した時にね、私が到達した松枯れの原因はね、以上のようです。まあ、簡単に言ったらね、人間が死ぬでしょ。多様な原因で死ねますよね。何もがんだけで死ぬわけじゃないでしょ。松だってそうなんですよ、ね、それぞれの山に向かってその松に聞いてください、ね、なんであんた枯れるかと。つまりそれは診断するということですよ。正確にそれぞれの地域地域山々に向かって診断をして、そして、決まるというのが本来じゃないでしょうか。皆さん、私はね、さまざまな原因論がありますけども、以上の私が5つほど言いますけど、それは納得できる話だと皆さんの方も思うんですよね。今は中外道、虫が悪いっていう一本ですよ皆さん。行政も推進側も、私はね、一つはね、松山は放っておけば自然に枯れるんです。植物群落繊維なんですよ。松というのは痩せてる時、そして水が少ないところ、山の尾根筋しかなかなか入らないでしょ。これ幼児なんですよ。太陽のようね、最初に生える木なんですよ、ね、それは自然に落葉広葉樹に置き換わってブナになって終わるわけですよね。
つまり植物群落生理学から見たらマツというのはほっといてもほっときゃ自然に枯れるんですよ。皆さん日本の固有の種だというふうに思ってるでしょ、マツというのは。ところが中国から来た魏志倭人伝の人たちが日本の植生を描いてるんですよ。マツがないんですよ、ね、開発してかっぱらって木をなくしたところに最初に入るのが松なんですよね。そういうことで、ですから山を利用するということによって松が入ってきたという、まあ、里山の典型的なあの樹種なんですね、まあ、こういう問題が一つありますよね。これは自然に放っておいても松は枯れていくと。 B はね、もう一つ里山管理しない松山は弱体が固執する。これは皆さん年配の方がおられるので当然ですよね。エネルギー革命によってね、砂でさらったりぼやをかいたりすることがないですよ。さてだぼやなんつったって通用する世代と通用しない世代がいますからね。まあ皆さんだったら通用するでしょう、ね、ですからかつては、ね、山はきれいでした。熊田で描いてね、だから熊田で描いてきれいにするから松だけも生えたし山は生成する木は伸び伸びとしていた。今山行ってください、ボーボーの中に鉛筆のような赤松が立ってるでしょ今。これが現実ですよね。じゃあ弱いですよね。そうすればやっぱりね、ね、枯れるんですよ。またね、落ち葉が積もりゃ風栄養化するんですよ。落ち葉積もりゃね、風栄養化にいると弱いですからね、松は。痩せてる方がいいですから、熊手で松葉描いた方が生き生きするんですから、松はそういう性格なんですよね。こういう問題ね。C としてね、最近酸性雨とか酸性霧、大気汚染による直接的被害、これがあるんです。これはかなり大きいんじゃないですかね。瀬戸内海の松、もうほとんど枯れました。ね、その時にですね、皆さんね、実はね、1971年以前はね、大気汚染とかで酸性雨説が濃厚だったんですよ。いろんな研究者の考え方がありました。ただね、71年にね、松の大線虫説が、学会で発表されたんですよ。そしたら誠みやかに証明するんで、それだけになってしまった、ね、そこには裏側に、ね、農薬との関係があるわけですよね。ですから今虫害説オンリーで行政機関、あるいは公的な研究所すべてがもうマツクイムシオンリーですよ。他の研究は一切できませんよ今。そうなってると非常に歪んでるわけですよね。まあそういうこのことは皆さんね、あの納得でできるんじゃないでしょう。人間の死と同じでね、いろんな原因があって枯れるんだから人をちょっと診断すると、すべて心臓病なんていう診断書を書いたらやぶ医者でしょみんなね。そういうことと同じで超診断しろと。そうすると意外と皆さん我々ね、原因と結果を間違えてるかもしれないですよ。例えば風邪ひくでしょ、熱出ますよね。あ、いつも熱出るから熱が病原だ、熱が原因だなんていう人誰もいませんよね。ね、マツクイムシの大線虫がいる、全部出るからこれが原因だというふうに言ってる、意外と結果かも分からない、ね、そういう問題がね、一つ一つやっぱり見ていかなくちゃいけない。さっき言ったように10波1かなので松食いにしていって補助金に乗っけてしまうという今の行政の施策ですよね。こういうもんですね。その次にですね、やっぱり酸性豊かす大気汚染によって土壌が酸性化しますよね。酸性化した時に土の中は松というのは菌根菌と松だけでね、菌根菌がおかしくなるという問題とか、あるいはそこで酸性化するとアルミニウムが溶けて吸われてリンと結合してリン結合になるとか、そういう、まあ、あのからくりがあるんですけども、まあ、土壌中に大きな影響を及ぼしているということね。そういうね、弱体化した松にとどめの一撃として松の大線虫がやっつけると、最後の一撃ですよ、ね、で最後の一撃が大線虫だから、じゃあこれをやっつけろっつって空産やなんかやってるわけだよね。まあ聞きっこないよねこれは、ね、そういうことを私はあの皆さんにあの 紹介したいと思います。そういう意味で皆さんね、これはね、あの今の問題を少し理論的に整理しますとね、あの8番目のあれなんですよ。防除戦略というのは、防除戦略はね、何が原因かということをちゃんと見抜かなくちゃいけないですね。その時に、ね、皆さんね、頭がね、私自身も整理できたんですけどね、発病するという場合にね、3つのジャンルがあるんですよ。これをちゃんとね、頭に入れると非常に整理できますね。一つは主因ですよ。主因というのは病原体 ね、それといわゆる植物体、まあ、それを柑樹体とか植物っていうんですけどね、
これがあのいわゆる年齢がどうだったか抵抗性がどうだったかとかいう問題、その誘因ですよね、環境要素、この3つがね重なり合ったところに発情が始まるんですよね。3つがあっても離れてれば発情はない、松は枯れません。だから一角がうんと大きくも一角がうんと小さくも重なり合いませんから、これはあの枯れません。そういう目で見たらね、非常にあの整理できるんですよ。この山は一体、ね、どれが主因であるか、どれが素因であるか、誘因であるかね、3つのね、このジャンルを合わさった時に初めて松枯れが始まるんだと。離れてれば松枯れは起きないんですよ。まあ、簡単に言いますと、どんなにその在戦虫がいても抵抗性の松があった場合にはこれは発病しませんよね。ね、まあ、その逆もあると思うんですけどね。まあ、こういう目でね見たらいいかなというふうに思います。それ以上言ったようにね、原因について非常にこれは問題です。推進派の原因説は全て中外説一本一本ですから、これそうじゃないんだということを私は主張しますし、今の学問的な定説もね、倫理学会だってね、あの中外説絶対論じゃないんですよ。決着がついてないんですよ、これまだまだ、ね、それでは、ね、皆さんその次にね、じゃあね、これから私皆さん初めて知る方も多いと思いますけども、松丸の今空中散布がやってますよね。これはあの言うならば補助金が出るわけですね、国から。松林虫防除特別措置法という法律が国会で1977年に4月18日に制定されたんですよね。それに基づいて現在30数年間来てるわけですよ、ね、20年間は自然立法で更新されて、今は森林病害防除法に引き継がれている。空産も補助金で出てるんですね。この時にさ、原点に帰ろうと。私はほとんどこれは公になってません。私がこれから言う話は推進派の人たちはほとんど知りません。また反対運動をやってる人たちも継承されていません。ほとんど知らないんじゃないですかね。いいですか皆さん、この法律ができて5ヶ月後にこの法律の根拠のデータが捏造が発覚して、その農林官僚が処分されてます。1年が自殺してます。そういう大事件があったんですよ。いいですか皆さん、たくさん空中散布やったうちのとてもよく聞いた旧のデータをね、農林官僚を選んで国会出したんだけどね、そのうちの7が捏造、2つはデータを出さない。これは国会の中でちゃんと論議されてますよ。その一つ一つを私ね、ここに書きましたからね、驚きの連続ですわ皆さん。山口県の桑山というところではね、昭和59年50年空産が被害ゼロ、つまり空産を実施してないんですよ。県の林務課の証言です、これね。いいですか、その他ね、福岡県なんかはね、昭和48、8年から効果あったというデータ出したの、しかし空産をしなかったと。これ遠離症の証言、九州大学の演習員と間違えたっつって、そこでも行ったらそこも やってなかったと。山口県の光市、昭和47年、48年は 30R だけども、49年と50年はヘクタール規模であって、全く異なるデータを組み合わせて作り上げた資料。佐賀県は47年と48年は1年間の被害本数とね、49年と50年は半年の被害本数を比較してデータ出したと。だから聞いたと。これ本当ですよ、皆さん。兵庫県の赤穂市はもっとすごい。昭和50年度は調査したが、昭和48年と49年は未調査だったが、机上で数字を作成した関係担当者が証言。9あるうちの7がね、捏造。2つは鹿児島県。ね、国会議員がデータ出せって言っても2つ出さない。結局出さずじまい。全部がおかしいんですね。これによってね、この法律ができたんですよ。普通我々庶民感情から考えたら、皆さんね、根拠とするデータが全部捏造なんだから、法律は凍結されて叱るべきでしょ。しかし凍結されないでずっと来てるんです。これがこの時の農林大臣鈴木善幸なんて懐かしい名前が出てきましたけどね、まあ
ね、そういうことです。これについて当時読売や朝日が、ね、報道しました。これ下に失点を書いておきましたけど、私がもし嘘を言ってるということでしたら、37年前のこの話をね、ぜひ調べてみてください。こんなねことでもって空中散布が全国をやられているわけですよ、皆さん。ですからね、こういうことですよ。全国でどんどん空中をやるでしょ。ところがね、効果がないんです。だからあるようにしてでっち上げなくちゃいけないわけね。各いや都道府県でそのね、オンパレードですよ、皆さん。あっちこっちは。それのね、本がいっぱいなんです。これ松村白書とかね、松村警告とかね、要するに地域地域でものすごいね、熱動がまた発覚しているんですよ、皆さん、ね。これは私が何もでっちゃねて言ってるんじゃなくてね、その他ね、研究者までも動員するんですよ、皆さん、これには。ここにね、ありますけど、宇都宮大学の、まあ、私の母校ですけどもね、その応用昆虫学の先生が、環境影響評価を環境省から委託されて調査したんですね。そうしたら、空山はとてもね、その他の昆虫ももう一網打尽に殺してしまうから、これはまずいと、空山はやめた方がいいっていう考察を書いたの、田中忠教授はね。そうしたらいつの間にかそこを削られて、そして報告されちゃった。そうしたらその先生は抗議文を出してると、環境省に。その抗議文残ってますよ。こういうことまでやってね、日本国民を洗脳してきたんですよ、皆さん、ね。そういうことで、な、私はあの、まあ、私は事実しか言いませんから。じゃあ皆さんね、こういう問題 ですよ。全国はひどいと、しかし長野県はそうはひどくないと、自主性があると。長野県の公務員は自主的に判断できる力があると、ね。だから長野県は自主性があるから、まあ信用できると、こう思いますよね。私もそのように、思いたい、ね。それでですね、皆さんこのカリクリをぜひ知ってください。6年前に上田氏が、ま、あの田口さんたちの大きな運動によってあの中心になりましたよね。その時に、ね、上田が中心になったけど、まだ県全体やってますから、なんとか県全体もやめてほしいというお願いを県に持ってったんですよ。田口さんたちがバス取らねえってね、母親たちが行きました。そうしたら県はね、分かりましたと、これから検討委員会を作って検討して、空中散布のあり方を検討して、その答申に基づいてこれから決めますと。これは極めてあの民主的ですよね。ねえ、そしてですね、皆さん、あの答申がされました。そしてこの皆さんね、松木武士防除の今後のあり方という答申が出ました。これが最終答申、平成23年11月ね、念入りにね、中間報告を出してパブリックコメントを募集してるの、県民からね。非常にね、最近の行政はね、あの巧妙ですよ。あれ頭がいいですよ、科学的ですよ。これ偉い先生たちをみんな選んでね、この中の皆さんね、9名選ばれました。9名の検討委員が選ばれました、ね。9名のうち7名は長野県の公務員、2名が他府県の推進派の研究者、これで選ばれたんですね。それで検討したわけですよ。これもあの落としどころもはっきり見えますよね。ね、この中には残念ながらね、市民団体とか地元の人入ってないし、健康被害者も入ってないし、あるいはその作業員とかね、そういう有能な研究者も全然入ってないですよね。ね、それで傍聴はさせました。しかし発言はさせません。そしてパブリックコメントを募集をしたわけですね。3ヶ月かかってね。そして全部そのパブリックコメントはあのいわゆる公開されています。いいですか、皆さん。ところがですね、皆さん、私たちはこの中間報告を読んで大きな問題があるということで、公開質問状を出しました。公開質問状ね、山っぱの会ともう一つの団体でね、公開質問状を堂々と出したんですよ。そうしたらね、すごいですね、あの長野県の官僚は。出したら14日後にすぐ回答が来ましたよ。早いですね、これ対応がね。ね、すごいな、まあ、これだけでもすごいですね。これ私はね、傍聴したときにね、
傍聴ありますから県でね、傍聴を指すんですね。その時に私は委員が並んでますから、こういう公開質問状出したんですけど知ってますかって聞いてみたら、そしたら私それ初めて言いました、知りません。委員の皆さん方が誰も公開質問状も見せられてない、論議されてない、そして私たちに14日で返答されてるんですよ皆さん。じゃあ誰が書いてるんですかこれ。事務局長、事務局です。事務局の手の上で踊ってるんですよみんな、はっきり言えばね。それでこれについてはね公開されてないんですよ。いいですか皆さん、無記名のパブリックコメントが全部公開されて論議されて、署名入りのハンコをした市民団体の公開質問状は一切公表しないのかって私言ったら、それは決まってません、結局公開されませんでしたよ。これがね、オープンな論議をされたこの検討委員会なんですよ。こういうことを考えた場合にね、本当にね、私たちもね、行政の在り方もね、きちっと見なくちゃいかんと思います。それでね、皆さん、最終的に残念ながらこれが通ってね、今これがですね、最終報告書が、全ての市町村を拘束してます。いいですか皆さん、私たちが、ね、反対とか賛成とかって言う前にね、この最終報告書の在り方が全ての市町村がマニュアル化してるわけですよね。ですからこれに基づいてみんな動いているんですよ。ですから私たちは少なくともね、最終報告書が何であるかというのをきちっと読んで勉強して、もし問題があるとすればこの問題点をきちっと指摘しなければ、公務員の人たちはただやってるだけですからね。ね。それでこの分析が実は必要なんですよ。この分析はね、官僚用語で非常に分かりにくいですね。だけどもやっぱり本質はまあ明確です。これは。皆さんね、それで私ね、ここには中間報告でパブリックコメントもらって最終的にこのように決めたんですけどね、中間報告と最終報告書の中に実は大問題があるんです。それは残念ながら県の議会でも明らかになりませんでした。マスコミは一切書きませんでした。ただ市民団体の一部だけがそれを明らかにしただけでした、ね、これが論議されないから皆さんこう思うんですよ。健康被害は確かにありそうだなと、だけど空さんは聞いてるじゃないかと、聞いてるからこれはまあね、まあどっちもどっちからかまあ天秤に測りながら考えようということですよね。そう思うの当然ですよ皆さんね。このね、中間報告の中にはこれはもういわゆる中外説1本というふうにちゃんと書いてあります。もう2行で ね、その他ね、効果は空さんに変わるものはありませんというふうに書いてある。そしてこのような、ね、写真をね示したんですよ。写真をね、この写真をね示して空産をやると真っ青だと、やらなきゃ真っ茶色になると、だから空産必要だというこの写真で皆さんを納得させたわけですよ。じゃあ私たちはね、大事なことはね、きちっと調査する、調査現場に行って調査するということが一番大事なんですよ。鵜呑みにしない物事、調査する、研究する、ここなんですよね。それでですね、これも一つの見解を示してます。ちょっと。これパワーポイントあればいいんですけど、まあね、これね、これがいわゆる中間報告が出てるんですよね。これで分かりますよね、左がこっちの方は空間したから青いと、こっちは茶色いとね。これはもう一目瞭然ですね。ところがこれを見たらね、1980年のね、農林水産航空協会の出展なんですよ。31年前の写真、茨城県の朝日村ね。これ見てね、あまりにもね歴然としてるんですよね。ここでね、東京の NPO の団体が現場に行ったんですよ。そうしたらね、今どうなってるかと言ったら、ここは栃木県のね、栃木県の海の家になってますね。それでここはね、抜刀駆除をして、この右側は抜刀駆除をして全部片付けちゃったと。それをこっちは開発しますからそのままだよね。それを上から撮った写真なんですよ。それともう一つ私ね、
ここに線がありますよね。これね、岩根県の平地人海岸型のですよね。我々信州人は山っつったらこういうふうに思いますよね。こっちとあっちってね、平地人ですから、この線なんだかわからないですね。ね、でも松枯れっていうのは意外との麓からこう始まるんですけども、いい場所を選んで取って、そして自分で適当に線引っ張ったんですね。これはね、抜刀駆除も入って片付けちゃったものを撮って、上から航空写真撮って聞いたってやってるわけですよ。これはね、いかがなものかという公開質問状で出しました。そしたらそれについては中間報告から削りました。削ったでしょ、ね、その他ですね、じゃあ最終報告書にはどうなってるかと言いますと、今度はね、長野県のね、榊町とそれと千曲市のね、間にある岩井堂山という山があるんですよね。それで、まあ、榊町はね、上田市が中止したと同じように3年間中止したんですよ。ずっとね、3年間中止。で、岩井堂山のこっちの方は榊ですから中止してますね。向こう側は千曲市はずっと継続しているんですよ。だから空山が中止したってことを継続しているところの差が出ますよね。それを写真に示したんですよ。今ね、報告書カラー写真ですよね。まあこれ、もう少しは大きく見せますけども、まあ、簡単に言ったらね、千曲市の方は毎年やってるから真っ青だと。ところが3年間中止した榊町は広い範囲で松枯れが見えると、こういう説明なんですよ。いいですか。これ見るとね、カラー写真ですからね、なるほどな、これはやっぱり榊町中止したからこんなにひどい松枯れが増えちゃってるけど、千曲市はやってるから真っ青だなと誰も思いますよね。ね、これの説得したんですよ、県は。で、私たちは、県じゃねえ、検討部会はね、私たちは現場に行こうと、調査しようと、調査に行きました。これは大きくしたもんですけどね、こっちは佐垣町のね、この岩井堂山のこっちの方はまあ空山中止したから枯れてると、こっちは千曲市はね、もう真っ青だと、なるほどなと思って私現場に行ったんですよ。いいですか皆さん、そこで驚いたことなんです。こっちの千曲市の方は真っ青でしょ、ね、ところがね、ところがですよ皆さん、真っ青だと思って聞いたと思ってるけど、紅葉になってるんです。紅葉に、紅葉になるとはっきりしますね。ね、紅葉の間から何か見えるじゃないですか、ここに白いの見えるでしょ、ね、これパワーポイントって言うんですけどね、そこにさらに入ってみますと抜刀駆除をやってるんですね。つまり切っちゃったんですよね、枯れたやつを。だから真っ青になるのは当然じゃないですか。こういうことをやってきたんですよ。いいですか皆さん、ね、それで、しかもですね、この話は大論文になるんですけども、その他ですね、こういう問題もあるんですよ。私もね、こんなに千曲市は真っ青で聞いたと言ってますから、ね、現場に行った、これは、平成23年6月26日の県が出したあの資料ね、私は、23年の同じ年の11月に行った、撮影したもんですよ。これね、同じ場所ですよ、これ。ね、そうしたらね、いいですか。ね、そうしたら紅葉がはっきりしてるでしょ。これは私がね、さっきのことを論文書いて県に送ったんですよ。そうしたら県はね、県に事務局はね、私に反論を出してきました。反論の、そしてまたそれに対する私が反論の公開の論文もやったんですけどね。簡単に言うとね、この写真をね、いわゆる空山の効果だという説明しかないんですよ。そしたらこういうふうにこういう反応をしました。ここは岩井堂山がこの裏の山ね、この前にね、前山という山があるんですよ。前山がその向こう側が岩井堂山なんですよ。
これここはね、人家に近いから、200メートル近いから、ここは空産にあってありませんという説明だったんですよ。そんなことは一切の報告書にありませんよ。私との公害論争の中でね、あ、そうかと、それ全部私信用したんですよ、ね、そうしますとね、ね、この前の前山は大正前、ね、じゃあ向こう側の岩井戸山だけが大正地区、そしたらここが紅葉、ここが紅葉、全体のここの2割ぐらいしか大正区ないですよ、松のこの大正区はね。あと紅葉と大正区ないですから、そんな複雑な説明一切しないで空産は効果がある写真で明らかっていうふうに書いてあるんですよ。とかみんなね、それを見たらこうに思いますよ皆さん。そのああなるほど、空産すれば効果あって、しなかったらこんなにひどいなというふうにみんな思いますよね。そういうことを、まあ、今まかり通ってる、実はこの最終報告書がね、ですか、これこの最終報告書に基づいてね、今皆さんね、基づいてこれは全部今通用してますから、あのいわゆる榊町では3年間中止したんですね。ところがこのデータとこの写真を村に行って説明するわけですよ。ああそうか、これはやっぱり空産必要だなというふうになりますよ。こんなに効果あるというふうになりますよ。それで村の人たちは、ああじゃあやっぱり空産再開してほしいっつって、村の自治会が空産再開をお願いしたわけですよ。本当ですよ、榊ね。あそこの松本のあそこの滋賀地区もね、たくさんの論議がありましたよ。だから今のこれがやっぱり推進派の人たちの大きな科学的根拠になってやっぱり再開をしましたよね。こういうことですよ。つまり何を言うたかというと、きちっとした基礎的なデータや真実や道理が住民の中に位置づけていないと村対立になるんですね。だそのデータを出しているのは長野県の検討部委員会なんですよ。この検討委員会がね、そういう誤ったデータを出して洗脳やってるわけですよ。こんなひどい過ちをね、この最終報告書を税金使ってやってるわけですよ皆さん。私はね、空中散布にね、賛成であろうが反対であろうが、そんなこと問題にしません。ただね、誤ったデータや誤ったことによって説得すると、こんなバカな話ないでしょ。こんなことが世の中にまかり通ったらどういう社会になりますかね。事実と道理に基づいて客観的に考えていくと、みんな空産が効いたというふうに思い込んでますよみんな。ですからね、反対、健康被害だからやめてくれという人が非国民だ、テロリストなんて話になっちゃうわけだよね。本当にね、この国の民主主義のレベルをちょっと疑います。もう一つ言います。もう一つ、これもね、つい最近の私あれです、榊町が3年間中止して去年と一昨年再開しました。いいですか。だからこんなにこのいわゆる彼が目立つよっていう長野県のこの最終報告書の写真をそのままで大きくしましたね。いいですか。なるほど、じゃあ再開したんですよ去年と一昨年ね。そして私は去年同じ場所で撮りました。全く同じ場所で、榊町で。これちょっとあれかな、マイクになってるんでね。そうするとね、皆さん、ね、これ客観的ですから、榊町に関しては、ですよ、空産をやったら被害が増えたんです。これ本当ですよ。これちょっと、もうちょっとこれまた回しますけどね。これはね、有無を言わずそうなんですよ。ね。ですからね、皆さんね。この写真1枚が、ね、証明するわけですけど、まだこれ表に出ていません。ぜひね、議員の方もこれ使って、ぜひ、提起してほしいです。マスコミの方もね、こういうものを使ってね、こういう意見もあるということをぜひ言ってほしいんですよ、ね。こういうことにね、榊町は再開したら増えちゃった。ね、これがね、実は現実なんですよ。ね、ところが専務省ね、私驚いたのは、4月15日に榊で、行政側と榊町の役場ともう一つそのあれですね、県がね、説明会をやったんですよ。
そこに私参加してね、まあこれから やめますっていう質疑応答があって、私ね、じゃあ再開したんだから、再開したらその後のデータはどうですかと、まずは聞いたのか聞かなかったのかというデータをちゃんと出した上で来年度どうするかというふうに考えるのは当たり前じゃないですか、それ常識でしょ。質問したのかでしょ。そうしたらなんか言うよくわからない、結局調査してないんですよ。だって再開して調査してないですよ。このレベルで再開ずっと継続してるわけでしょ。本当かなという疑問がありますね、私はね。調査したけども悪いデータから隠しちゃったという可能性もあるんだけどね。ね、皆さんね、点検を強めてください。足元での市町村の足元での点検ね、現実私たちは向き合ってますから。私はさっき定点観測して、榊の定点観測で今のような状況ですよね。まあそういうことでね、何かと言いますと、つまりまあいろいろ偉い先生たちや偉い人たちが言ってることをもう一回私たちの、ね、庶民の目で、市民の目でもう一回、調査点検するというのが必要だというふうに思います。それで長野県における防除効果のまとめ、これ効果については今までほとんど触れてません。効果についてはね、私たちはこれは、こう言ってますね。まあこの報告書によって現場がどれほど分断、対立、混乱が生じているかということです。ただ皆さんね、唯一の救いがあるんです。皆さんいいですか。空産実施の決定を市町村の自主的判断に任せたということですよ。上田はやめましたよね。だから皆さん方それぞれの地方自治体の首長の権限があるんですよね。ですから自主的判断ができるんですよ。ね、安曇野、ね、安曇野という自然に豊かなコウノトリが飛来する安曇野市ですよ、皆さん、ね、これに対して日本のふるさとは安曇野としてどういう見解を持つか、これは非常に大事な、ね、見識が問われているというふうに、思います。最後、皆さん、おそらくこういう質問が出ると思うんですよね。松茸に対してどうかと、多分、ね、出るでしょう ね。これ黒さんは松茸に、まあね、やっぱりそのためにやっぱり黒さんやってほしいという良心的な考え方があるんですよ、皆さん。私はそう思いますよ、ね、松茸のために必要だと、ね、いうことはあるし、それに対しては私は、何枚目かな、一番最後ですよね、8枚目の一番最後まで、ね、ちょっと見てほしいんですけど、あ、これはね、これ私の研究ではありません。これは東京のグループの研究ですけどね、まず皆さんね、私たちはね、松が効果があるかないかが大前提ですよね。効果があるかないかということをまず点検しましょう、空産によってね。いいですか。それを認識した上でね、松茸を考えましょう。これはね、つまりこれを新しいデータなんですかね、全国のデータ見たら、松枯れの立方メートルと松茸の生産量をこう表を作った人がいるんですね。全国的なデータではこうですよ、ね、松枯れが増える以前にもうすでに全国の松茸の生産量が減っているというのが、これはまあ客観的なデータね。その下にもっと振ってますよ。平成12年とからまあ10年間のね、松の被害量と散布量と松茸生産量をね、グラフで書いたものなんですよ、これね。まあ、はっきり言いますと、被害量と散布面積は全然、何も関係ないですね。これは、まあ、効果ないということの裏返しですけど、松茸もね、わからないです。で、皆さん、松茸の専門家に聞いたら、いつ出るかって予想できる人誰もいないよね。去年、一昨年ものすごく松茸を私食べたんですけどね、結局ね、わからない。松茸がいつ出るかなんてことはね、わからない。それわからない中でみんな、ああでもね、こうでもない言ってますから、本当にそうだったら、じゃあ塩尻のね、林業総合試験場に調査研究を依頼したらどうでしょう。そういうものに基づいて発言していきましょうね。空産やったから松茸がうんと出るなんていうことは、まあこれもありえない、わからないです、結局ね。まあ、そういうことが科学的な見方だというふうに、思います。そんなことですね。ちょっともう、終わります。たくさんあるんですけども、まあ、今言った触り程度を私がお話ししたんで、ですね、今の、
いろんなあの例について、私は特に原因論と効果論についてもお話ししましたけども、疑問だという人もいるはずです。もっと詳しいことはまたね、時間があったらお話ししますけども、そんな中で何が大事かということは、それぞれの地域住民、市民がきちんと点検をする、本当かどうかを具体的な事実に基づいてその調査をする、考えてみる、これがやっぱり一番ね大事であるというふうに思います。そのことがまさに今ね、松前の問題を通して私たちは本当の勉強の学習のあり方が今問われてるし、そのことを身をもってやっていくこのグループですから、まあ私もあの8ページという資料を作ってきましたけども、一つの参考にしてください。皆さん、私たちはね、私の意見です、これは鵜呑みにしないで、一つのデータとして、例として自分の頭の中で自主的に判断されて決定してください。これが一番大事なことだというふうに私は思います。以上、少しあの熱っぽく話しましたけども、終わりにしたいと思います。以上、ご清聴ありがとうございました。